フランチェスカです。さあ今回の動画はですね、ピアス初心者とかこれからピアスを開けたいなと思っている方の参考になったらいいなと思っている動画でございます。今までね、私がピアス関連とかピアス系の知識的な動画をアップしてきた中でですね、たどり着いてる答えがあって、ファーストピアスというか、セカンドピアスとか、ファーストピアスとして使うピアスで、学校とかお仕事とかで透明ピアスを使わなければいけないという方が、つけるのに一番おすすめなのは、ガラス製の透明ピアスですよっていうお話をしたことがありました。それを関連のコメントで結構同じような内容をいただいてまして、ファーストピアスとしてつけるピアスにガラス製のものを使うってどういうことっていうね、感じのものをいただいてました。多分ピアスを初めて自分で開けようとか、簡単に気軽に開けようと思っている方は、ピアスを使っている方が多いのかなっていう感じがします。で、このことに関しては私も今までそんなに追求して深く説明してなかったような気がするので、ちょっとね、説明不足だったのかもしれないということで、今回一本動画を作ることにしました。ので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では、詳しくお話ししていきたいと思います。では、行きましょう。はい。では、ズバリですね、多分、そのコメントをくださった方たちが思っているような、ガラス製の透明ピアスがついたピアスさっていうものは、私の知る限りではありません。残念なことに。私もね、気になったからちょっと前に調べたことがあったんですよ。あったら便利だし、いいじゃんねと思って。ただ、やっぱりないんですよね。もしかしたらこの先出るかもしれないし、私の知らないだけであるのかもしれないんですけど、やっぱり普通の市販のピアッサーっていうのは、アクリルとかシリコンとか樹脂とかそういう素材を使った透明ピアスが、ファーストピアスとして入っているっていうものがほとんどだったので、多分強化ガラスを使ってるピアスさっていうのはもしあったとしたらかなり珍しいんじゃないかなって思いました。わかんないですけどね、私の知る限りではありませんでした。じゃあどうやってファーストピアスとしてガラス製のピアスを使うんだよっていう話になると、ピアスさを使うっていう概念ではなくなるわけですよ。私がおすすめしてたのはニードルを使ってピアスの穴を開けて、でそこに最初に差し込むピアスとしてガラス製のリテーナーとかそういうものがおすすめですよっていうお話をしたつもりだったので、そういうことなんですよ。ただ自分でニードルで開けるのはすごくハードルが高くて、やったことないし怖いしできないなっていう方も中にいると思うから、そういう方はもしかしたら普通のピアサーでピアスを開けて、透明ピアスとかじゃなくて普通のファーストピアスがついてるもので開けて、でそれを一回取ってガラス製を入れるとかね、そういういろいろな選択肢があるとは思うんですけど、私の思っているファーストピアスにガラス製を使うっていうのの理想はニードルで開けてガラス製のリテーナーを突っ込むっていうのが、私の中ではね、それが一番理想だなって思っているわけです。じゃあピアッサーのケースでちょっと深くお話をすると、さっき言ったみたいに普通のピアッサーで、ステンレスとかのファーストピアスがついてるので、とりあえずピアスを開けました。でも学校があるから透明ピアスに近日中に 2,3 日以内とか来週とかに付け替えなければいけないっていう時、そういう時にどうすればいいんだってなったら、ピアスを開けて1週間以内とかに抜き差ししても塞がるのかって言ったら、そんなことはないと私は思ってます。本当は良くないんですよね。そのピアスを一番いい状態でピアスホールを育てて完成させてあげようと思ったら、抜き差しするのは良くないんだけど、どうしても致し方ない理由ってあるじゃないですか。それこそ学校とかね、私も経験があります。学校の時に全然安定してないホールに透明ピアス突っ込んだりしてましたので、すごくその気持ちはわかります。でもね、物理的に不可能なことって私ないと思ってるので、多少その後腫れちゃったりとか、運が悪ければ炎症とか可能しちゃったりとか、トラブルがつきものなのは大前提にちゃんと覚えておいてほしいんですけど、一回きりとかだったらね、大丈夫じゃねってね、大型の私は思うわけですよ。すごく大雑把に思っちゃうわけですよ。ただそれはもうその人の耳の状態とか、体調の合わせてどうなのかとかね、個人差がある部分だから、何も見てなくて大丈夫だよって、そんな無責任なことは言えないんだけど、でも私だったらいけるんじゃねって思っちゃうかなって思ってます。だからもしピアスを開けてすぐに透明ピアスに付け替えたいと思うのであれば、100円ショップとかその辺の雑貨店で売ってるすごく安く手に入るアクリルとかシリコンの透明ピアスっていうものではなくて、ちょっとだけお値段が数百円高く
はなるんだけど、強化ガラス製とかそういうもののリテーナーとかを使うのがいいと思います。だから透明ピアスつけようと思ってる方は強化ガラスとかガラス製のピアス持っててもいいんじゃないかなと思います。本当にねスルッとつけれるし、汚れもちゃんと取れやすいし、ガラス製のピアス自体に傷が入ったり劣化したりっていうことがない限りは結構長く使えるものだと思うので、1個ぐらい持っててもいいと思います。ただその付け替える回数が多くなれば多くなるほど耳に負担をかかっちゃって良くないから、できる限り少なく、まあ、1回きりだったりとかできるだけ少ない回数で付け替えることと、あと付け替える前のピアスはちゃんと消毒をすること。あのピアスホール自体を消毒するのはあんま良くないとは思うんですけど、ピアス自体は消毒していいと思うので、ちゃんと付け替えるとき付け替える前にピアスをきれいに消毒してピアスホールに入れてあげるっていう風に消毒をすることっていうのを守ってれば1回ぐらいは大丈夫じゃねって思ってます。ニードルがちょっとなって思ってる初心者の方でも、ピアスさんのファーストピアスについてるものでガラス製がないからって諦めるんじゃなくて、使いたいならいろいろこう考えて挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、この同じような内容で動画を1回作ったことがあったんですけど、ガラス製のピアスがいいんだけどピアスさんについてる透明ピアスのファーストピアスはダメなのかみたいなね、そのややこしいけどそういうものも作ったことが過去にあります。そこでも詳しくお話ししてるんだけど、ダメじゃないです。もちろんダメじゃないんですよ。一番いいのはガラス製だって思ってるし言ってるんだけど、そのもともと既製品として売られてるピアスさんについてる透明ピアス、まあ多分プラスチックとかアクリル製が多いんじゃないかなと思うんですけど、そういうファーストピアスになってる透明ピアスはダメじゃないんですよ。使いたいなら使ってもいいし、製品として売ってるから危険なものではないんですよ多分。だから使ってみていけたらいけたで OK だし、使ってみてなんか腫れてきたとか安定しないなってなったら付け替えたらいいしっていう風に自分で調整しながらね使ったらいいと思います。ただ私の経験上あんまり安定しなかったような気がします。で痛みも強かった気がします、その透明ピアスがついてるピアスさ普通のと比べると。だからまあそれは体質とかその時のタイミングによって変わってくるものだから、どっちがいいかは正直わかんないし、体験談しかお話しすることができないんだけど、でもダメじゃないんです。使いたかったら使ってください。すごく長々となっちゃったけど、私が言いたいのは、すごく安くて劣化しやすいシリコン製とか樹脂製の透明ピアスよりも、ピアスさんにもともとついてるファーストピアスの透明ピアス、かっこアクリル製とかがいい。けど、それよりも超えられない壁があって、ガラス製のリテーナーとかがいいっていう、この並びが言いたかったわけですよ。はい、ということで今回は質問コメントにもすごく多くいただいてたなと思ったので、一本動画にしてみようと思って作ってみました。残念ながら結論としては、ガラス製のファーストピアスがついてるピアッサーっていうもの、製品はないのかなっていう感じなんですけど、今日お話しした動画の内容が何かの参考になれてたら嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。